お話しするんですけれども、ちょっとその時間的には、お話しすることがたくさんあるのでちょっと駆け足になります。で皆さんにレジュメが言ってると思うんですけど、レジュメという名目ですけども、実際にはこの通りにお話しするということにはならないです。この通り全部お話しすると2時間ぐらいかかっちゃうので、ただ今日その1時間でお話ししたことをもとにですね、帰ってから、どうしても読んでいただきたいなということも書いてあります。それから何やらページがいっぱい書いてあるのは後でお話します。私が、1年前に、出版した本の、ページ、そこにこういうことが詳しく書いてありますよっていうことが書いてあるので、多分皆さんこの話を聞き終わった後、買いたくなるんじゃないかなと思いますけども、その話も後でしますので、で私のプロフィールなんですけどね、細かくお話しすると時間がかかっちゃうので2つだけ申し上げますと、1つは神奈川県原爆被災者の会二世支部というですね、日本避難協参加の、被爆者の会の、二世支部というのがありまして、被爆二世で集まっている、支部です。そこの副支部長をしております。それからもう一つは広島市被爆体験伝承者養成研修の6期生ということで、今8期までありますけど、その6期ということで実はもう認定が内定しております。4月に移植を受けて、伝承コアをしていくんですが、その伝承させていただく方がですね、実は篠田めぐみさんとおっしゃるんですが、その今お話の中にあった原爆の子の、執筆者の一人でもあります。簡単にそれだけを紹介としてこれからお話をしていくんですけども、その前にですね、今回ですね、こういった私がお話しさせていただく機会を、与えてくださいました記憶の継承を進める、神奈川の会、皆様にお礼を申し上げるとともに、それからですね、この、映画広島奇跡の情熱核廃絶プロジェクトという形でですね、こういった上映運動を展開されている、小林海さんに、心からの敬意を、申し上げるものでございます。では皆さん、3つ主催者の方の方から話してほしいということがあってですね、それは一つはこの映画に対する背景なんですが、もうお聞きの通り小林さんが話してくださっているので、そこの部分は比較的飛ばしながらですね、いきたいと思います。それで2番目は神奈川における被爆者運動ですね。それはとても日本全体の被爆者運動に対する大きな、影響を与えて、牽引的な役割を果たしたわけなんですけども、意外と知られてないと思います。その話を、そこに関わった、私の父森川定美の話にフィーチャーしながらお話しします。で最後に被爆二世の関係と、それからこの映画を見て皆さんにこう考えていただきたいことなんかを少しお話しします。で最初 その映画広島の部分は、小林さんが話していただいたことを、踏まえてですね、林由里子さんという被爆者の方に、焦点を当ててお話しします。で林由里子さんはですね、1936年、広島市生まれなんですが、でこの林由里子さんは、原爆の子の、執筆者の一人でいらっしゃるとともに映画の中でも出演されています。ただセリフはないのでちょっとなかなかね、ご覧になった方でもどこっていうのはちょっとなかなか難しいんですけど、ただご本人おっしゃるには何箇所か、ね、出てる中でも学校の教室でね、女の子が倒れる部分がありますよね。その裏後ろにちょっと、映ってるのよなんてことを、おっしゃっていました。で林さん の, 被爆体験、についてですね、いくつかお話ししますけれども、1.6 キロっていうのはですね、非常に近いですね。かなりの方が亡くなったりとか、
してるんですけども、で、ここの中にある南の方を見ていただきたいんですけども、鶴見橋とかですね、土手橋とかオレンジ色になっている部分ですね、この京橋川というのが ここですね、あると思うんですけども、ここのもうちょっと南のこの辺りです。ここが肘山という場所なんですが、その肘山の、西側ですねの、麓といいますか、その辺りにお住まいだった、で被爆して肘山の山を登って、下って、段原というね、ここですね、この辺りに降りていかれて、それから、この、橋ですね、円光橋とか広島の駅前大橋というのがある、それどこだかは分からない、混乱してたのでですね、でそこをこう、東側に渡ってから、こう北の方に登っていって、牛田というところがあるんですが、この辺まで避難していかれたという、お話です。ですけど、ABCC ってね、2番目に書いてあるんですけど、これは原爆障害調査委員会というですね、1946年に、アメリカが作った調査機関みたいなものですね、被爆者のいろいろな体を検査しているんですよ。で検査だけをしていろんなデータを取ったりとかね、亡くなれば解剖したりとかするんですけど、それを調査だけをして治療はしない。で林さんは9歳で被爆されたわけですけども、強制的に、連れて、行かれるわけですね。チーフなんかこうやってきてですね、それで裸にされてですね、四方八方から写真を撮られたり、体を触られたりとかですね、するわけです。でそれが非常に屈辱的だったというですね、林さんの、その体験の中でこの非常に、強く印象に残っているってことをよく話されます。でそれが一回だけじゃないですね、何回も行くに従っていろんなことを観察されてるわけですよ。例えば若いっていうか思春期の女性の方であるわけですけども、例えば血毛の生え具合とかですね、そういったものもこのどういうふうに発育していくのかとか、ね、そういうことまでですね見られたりするわけです。林さんはその悔しさでですね、家に帰ってからお母さんにほっとしてやっぱりこう泣く、だからこう悔しくてこう歯を食いしばっているので、下唇がこう血が出てた、ね、そういう、ことも記憶に残ってたりとか、しているそうです。で、結局そのさっきの場所に逃げていってですね、家はもちろんないから、いろんなものでこうあるもので囲ったりしたところでこう住んだりしていくわけなんですけども、2年間ぐらいはもう寝たきりだったそうです。やっぱり 1.6 キロって近いですからね、体に与えた影響も大きかったんです。でもほとんど学校には行けないでもなんとか卒業したと、いうようなことです。で高校に進学するあたりになってから、ある程度体力も良くなって、ある程度の学校生活をこう楽しんだりできたと言われてるんですけれども、で高校出て就職するときにですね、就職指導の先生から歌も上手だし、私もね、上手な方です。実際今もお話しされるのは上手です。バスガイドになったらどうかっていうことでバスガイドになられたんですね。ところが、
まあ、バスガイドになると、まあ、広島市内をこう案内するわけですけども、当然その平和公園ですとかね、あとこう肘山ってさっき言ったとこなんですけど、登ってったりとかすると、肘山に登ってから下を見下ろしてこう説明するとなると、ご自分のそのやっぱり肘山に向かって逃げたわけですから、そこの景色を見るとこう思い出すわけですね。さらにその平和公園のところに入っていくときに、原爆許すまじって皆さんご存知なんですかね、その歌を歌うんですけども、何小節か歌った時点でもう歌えなくなってしまう、ということで、まあ続けられないで、まあいろいろね、そのバスガイドの案内もそこの広島市内じゃないところにこう回してもらったりとかいろいろしたらしいですけども、やっぱり指名があったりしてですね、そうばっかりとはいかないと、いうことで、このバスガイドも、やめなきゃならないと。それから、まあ、25歳で結婚されるんですけどもね、やっぱりそのお通夜様の、お父さん、親御さんですね、反対されて、たということは後で、ご存知です。やっぱり結婚する時もね、式にも来ないとかね、あと、お子さんがね生まれたわけなんですけども、まあ、その時もですね1年ぐらいは顔も見えなかったと、まあ、そういう差別も経験されているのと、あと、まあ、ご出産の時もですね、非常に妊娠中毒症とか切迫流産とかですね、そういう大変な思いをされて、やっと生まれたとなると、やっぱり心臓がね、お子さんが、弱い、まあ、生まれる前ももうそもそもが母子ともに危険だから諦めた方がいいと言われたりしたわけですね。まあそんなことを経験されて、でその後1986年にですね、乳がんね、患われるんですけどもね、で、まあ、こう全摘出、右側で全摘出、されてるんですね。それから本当ここ数年も膀胱がんにですねなったりしてですね、手術をされたり、そんなことも、されています。でちょっとその今途中なんですけども、まあいろんな方が今日来られていると思うので、原爆の被害の特徴っていうのをですね、ちょっと簡単に時間の都合上3つあるんですけどね、一つはこう熱線、です。この爆心近くの温度が、まあ、一時的にですけども3000度から4000度、になってなりました。まあ鉄が溶ける温度っていうのはですね、1500度ぐらいだとか言われてますけれども、皆さんね、広島市の、平和記念資料館ですとか長崎の原爆資料館に行かれますとですね、そういう金属がくくにゃっと曲がったような写真を、見ると思います。それから爆風ですね、これがすごいんですよね。爆心地から100メートルの地点で秒速280メートルという、凄まじい風なんですけどね、それが一旦こうブワーッとなってから、今度その内側の方が真空に近い状態になって、また吹き戻しがあるっていうような、被害だったんですけども、こう秒速280メートルというのは、時速にすると1000キロですから、メートルですから、まあ、ジェット機ぐらいの感じなのかなっていう思います。から3番目が放射線、細胞を、破壊し、血液を変質し、骨髄など造血機能を破壊、すると。ちょっと結構時間があるのでね、どんどんいきますけど、遺伝的影響もあると考えられます。これは後で申し上げます。
本題なんですけどね、林さんがおっしゃってるあの映画広島に出演してたり制作に協力してるのエピソード、教えていただいたことです。まあ、肘山での、ね、撮影シーンはつらかったというのはあの先ほど申し上げたようにご自分が実際にそこを通って逃げた、それがやっぱりあのこの撮影時に、実際に見えている光景と原爆時に自分と肘山に登り防空壕を逃げた時の記憶が重なって死体が実際にあるわけでもないのにあるように、見えましたということをおっしゃってますね。それから川にあふれる人々の姿ということですね。川に行った人はほとんど亡くなっているんだそうですね。まあ、這い上がれない、まあ、暑くてこう川に逃げて川の水をこう飲んだりするんですけども、飲みながら死んでいく。人間の体はこんな風になっちゃうんだ、それは映画では描けないと思うとおっしゃってます。から撮影時に被爆者が着る衣服を調達するために、広島市民の家庭をこう一軒一軒ですね訪問したりして、ですね、この衣服の寄付協力を募ったらしいですね。で、まあ、当時あの 今大切じゃないってわけじゃないですけど、当時はやっぱり服1枚ってもそれはすごく貴重だったんです。それをやっぱり、協力してもらってですね、それを、まあ、さっきご覧になったあるいはこれからご覧になる方と思いますけども、まあ、この衣服をこう踏んだりだとかね、泥をつけたりとかですね、あるいはあの部分的にあの燃やす、これはガソリンをあのかけたり、してですけどね、それで臨場感を出すようにしていたそうです。だからまああの、まあ、大人たちからですね、こんなことに関わってると、まあ、赤の手先っていうね、就職にも響くよなどと、まあ、叱責怒られたり、注意されたりしたと。それからこう社会などですね、こう映画をこう何度か見たそうなんですけども、その後のある時ですね、この映画がモノクロであることにふと気がついた。つまりあのご自分の被爆体験そのものと無意識のうちにあの重ね合わせながらあのご覧になっていたためにカラー作品であるかのようにですね、まあ、ご自分のこう前で変換されてたんじゃないかっていうようなことを言われています。まあ、この辺はあの先ほど小林さんの話にもあったかと思いますので、すんなりもう同じことですので、飛ばします。で、まあ、ただ、まあ、あのちょっと言いますと、あの当時 の社会情勢、世界情勢の背景ですけども、あの GHQ ですね、あのこのレジュメの方にちょっと詳しく、書きましたけれども、連合国最高司令官の、総司令部ですね、その統治下にありましたから、第二次世界大戦 の終結に伴うあのポツダム宣言を執行するために、まあ、日本で、占領政策を実施した、まあ、連合国軍機関であったわけですけども、まあ、その中でですね、あの、まあ、それはもうあの終わってはいたんですが、それでもあのまだその影響というかですね、あのアメリカに対する、ですかね、気を使ったという言い方はちょっとあれですけど、あの、まあ、自主規制ですね、そういうあのことが背景にあったのかなと思います。で、あの映画の最後にあの僕は工場を辞めました、工場では大砲を作り始めたんです、先生また戦争始まるんですかっていう、例の問題になったというその頭蓋骨を指さしながら、人間同士が殺し合いみんなあんなようになるんですっていうセリフがあったと思うんですけども、まあすいません、ちょっと、まあ、それがこういうことですね。
朝鮮特需ってね、あの朝鮮戦争に伴い、まあ、こういったですね、あの 在朝鮮アメリカ軍で在日アメリカ軍とか在日国連軍、外国関係機関から日本に発注された、物質やサービスですけれども、まあ、それがですね、こういう、金額に、なっていったと。まあ、当然あの砲弾なんかもね、含まれているわけで、まあ、それをそういうこともですね、まあ、暗示して、いると思います。でやっぱりこの映画の素晴らしいなと思うところは、あの被爆体験をもきちっとあのやっぱりあの描いているという、あの忠実にこの事実も忠実にあの描いているんですけども、その上でさらに、それが、その後にどうつながっているのか、何を私たちは、考えしていかなければならないのかというところを、このその方向をこう、指し示しているように思えるんですね。で、原爆の子ですね、でさっきちょっと言い漏れてたかと思うんですけども、原爆の子がこの原作ということでですね、この執筆者というのは まあ、小学校、中学校、高校等のですね、まあ、生徒だったんですけどね、実はその、まあ、長田嵐さんがそれを編纂されてるんですけれども、長田嵐さんがこういうものを作りますから、だから皆さん文集にするから書いてきてねっていうことでは、ないですね。ちょっとそのすいません、どこに行っちゃったかなと思われたんですけども、林さんは学校の国語の時間にですね、国語の先生から宿題でね、自分の体験書いてきなさいと、言われてですね、書いてきた。まあ、その書くのもですね、いろいろその自分の嫌なことを思い出しながら、家でこう泣きながらですね、書いたんだっていうことをですね、言われています。でそういうふうにして集まったその手記がですね、1000以上あったわけですね。その中から105編が選ばれたんですけども、この105編というのは例えばなんか優秀 なその作文だからとかっていう基準ではないです。それは年代だとかいろいろなそのばらつきがないようにして、こう105編を選んだという、こう非常に運命的なものを感じるということをですね、林百合子さんも、あと私が伝承する、篠田めぐみさんも、言われています。それでその原爆の子の執筆者たちのその後なんですけどね、1972年にその執筆者を中心に、原爆のこの共築会という、会を結成されています。でその会長が林さん、現在も会長を務められています。親睦が主な目的、とされています。で1990年に林さんがその執筆者の人たちにですね、その後、大人になってどんな人生を送ってきたのか、今どのような思いでいるのかを記して平和の大切さを、伝えるために、その後の手記を作ろうじゃないかって一人一人に、呼びかけられて、依頼をし、されました。で9年かかって、33人の手記が、方の手記が集まり発刊、されています。先ほど申し上げた篠田めぐみさんもその中の、お一人です。ただ、まあ、その後こう、まあ、間が空いたんですけども、もっとそれを増刷してですね、
出そうじゃないかということで、2013年にさらに4名分の手記を追加して、37名分の、手記による、改訂版を、発刊しております。ちょっとあの予定してたよりもだいぶいっちゃってるので、ここでですね、あの、先ほどの神奈川県の話に移らせていただきます。森川さだみ、私の父なんですが、広島生まれの、広島育ちということでですね、うちはその爆心地からですね、600メートルの、地点に、いました。それ後で地図出しますね。で、その後、横浜の方にですね、進学で、下宿住まいをして、現在の横浜市立大学に、通ったんですね。当時は横浜経済専門学校で、1945年8月6日にですね、就職していた NHK の広島地方放送局にの中で被爆をしていきます。爆心から1キロメートル、極めて近いです。その場で亡くなる方が半分、その場というのはその日のうちですね。で、1週間以内にほとんどの方が亡くなっています。で、1950年に、私の母と寺田瑞恵と結婚し、1954年に私が生まれたと。で、1966年にですね、川崎市の被爆者の会を、創設して会長に就任しました。その後、神奈川県の原爆被災者の会、今私が所属しているところですね、そこの会の結成、同じ年に、運営員として参加して、1977年から1985年までの間、2つのその会の会長を兼任しております。私が小さい頃ですね、この1966年、小学校の頃ですが、非常に記憶に残っているのは、その会を作ろうということで、そのいろんな支援してくださる方との家でよくいろんな相談や打ち合わせをしてたんですけど、一番その中で記憶に残っている方は実は被爆者の方ではないですね。宗教平和活動をされてる、宗教者の方ですけど、佐々木千代松さんという方で、この方が一生懸命なんかこう、支援協力を、してくださっていただと思います。今のように SNS なんていうのはない時代ですから、そのどうやって被爆者をですね、探して回ったのかと、思いますけど、一生懸命いろんなことをで、ね、やってたのかなと思います。で、これがその当時の NHK 広島地方放送局があった場所です。現在は、上里町小学校というですね、小学校の隣に、福屋というデパートの、その何ですかね、駐車場といいますかね、食品館というのがあるんですけどね、そこの壁面、壁にですね、こういうモニュメントが、あります。で、これは幻の恋という新書本がありますが、その中に当時 の被爆時点でのですね、見取り図が書いてあります。2階に、放送部の事務室がありました。父は放送部の、部員でした。主に音楽の関係ですね、音楽の好きな人でしたので、音楽、当時のこうそこに放送に使う音楽なんかを管理してですね、レコードですね、被爆した時はレコードがいっぱいこの体にこの飛び散ってきたとかいうような体験記が残されていますけども、この8番ですね、ここにいた、でここの森川かっこさだという、書いてあるのがそうです。なんでかっこさだってなってるかで、森川さだみなんですけども、その下にある9番ですね、森川博さん、でこの方はですね、技術部の方で、8月6日の朝、出勤してこられています。父は放送部でですね、当時空襲警報放送の、
放送の当番のためにですね、泊まり込みを8月5日からしてたわけですけどね。で、被爆した時に2階から1階に降りていこうとした時に、実はこの、電波が出ているか電波を出せ放送を続けようというのはですね、真島副部長という方が非常にこの、ジャーナリストとしての、使命が強い方でですね、こういうふうに部下たちの前で、父を含めた部下たちの前で、最後に叫んだんですけど、その前に結局、父が1階に降りていこうとした時に真っ暗なんですね、もうね。その中で人のこの体を踏んだ感じがしたんですよ、ね、それがこの真島副部長であったということで、で当時出勤してきたのが森川博さんが階段を登ってこようとしたところで、ちょうど鉢合わせになって2人で助け1階まで助け出したということがあります。でこれは何かというと、その助け出した後玄関の外に、こう子供をかばっている、お母さんがいたっていうんですけどね。これはこの原爆の絵というのは、10人の方が絵を描いてるんですけど、ちょっとずつ違うんですよね。なぜ違うのかっていうのは、まあいろいろあるんですよ。その人の記憶とかですね、父の残している体験、記録としての中ではですね、ここの今の中ではここのね、お子さんはもう亡くなって黒焦げ亡くなっているって、まあ、そういうことも書いてあるんですけども、生きていたと。その時はですね、8月6日の朝の時点では、でお母さんは亡くなっている様子だけども、ハイハイをしながらその玄関前の階段を登って、でもこの子どうすんだろうなっていうね、まあ、思いがあった。で NHK 広島放送局っていうのはここのさっき言ったこの辺の場所なんですけど、爆心地はここです。ここは1キロぐらいですね。で父はこのままここでいろんな人を助けたりした後ですね、こう北の方に登ってって、この水ここですかね、これが出家園という庭園なんですがね。でここの、今はここにこの庭園の境があるんですけどね、今当時は多分そんなものがあったかどうか分かんないんですけど、この辺りから、この川に入って、ずっと川の中を300メートルぐらい登ってって、この河原がここにあるんですよね。ここで丘に上がるんですね。今のがこの出家園からその時和橋っていうさっきの橋を、見るとこんな感じですね。でこれが多分ここから川に入ったのだろうという場所です。でこれは何かというと、ここがさっきの地図よりもずっと、もっとずっとこの上の方に北の方になるんですけどね、そこの5キロぐらい先に、この塔があるんですけどね、これがNHK の、現在の広島放送局祇園ラジオ放送所というところです。ここでも今100万世帯に受けるんですね。NHK 第一放送第二放送の、放送電波を、発信しているんです。ここに向けて、避難していくわけです。それは非常事態があった時にはここに、集結しなさいという、その指示になっている。で実はここで8月7日の午前9時から放送が再開されています。したがって中断時間は25時間であった。で被爆者運動に対してですね、どんな特徴とか貢献をしたかと、これは別に身内としてどうのとかではなくて、被爆一被爆二世としてみてですね、被爆者運動の先達としてこう冷静に見た時の思いなんですけどね。で1966年に先ほど申し上げた折り鶴の会を結成後ですね、被爆者援護策にこう取り組んでいくんですけども、
まあ、早々にこういったちょっと全部読みませんけどもね、時間の関係でいろんな施策を、獲得していくんですけど、中でもですね、この1971年の牛乳、無料支給でね、これ今もそうなんですよ。まあ、今なんかヨーグルトにも変えられるとかっていう話も聞いてますけど、私はちょっと実際に具体的に、分からないんですけどね。で、実はこの1971年に、被爆2世の健康診断と一部医療費の、私負担というのが実現されてるんですね。私もあんまりこれつい最近まで実は知らなかったんですけどね、ですから川崎で一番最初にこんなに前にですね、医療費負担が実現されています。で、神奈川県全体としては1973年に、健康診断、東京は1974年から、2世の健康診断を実施しています。で、医療費補助としてはですね、1976年に東京都、1979年から神奈川県が実施しています。ちょっと細かい話はちょっと省きますけれども、で、この医療費補助っていうのは被爆者援護法の中ではですね、健康管理手当っていうのが支給される対象になっている11種類の、疾病が、被爆2世医療費の、まあ、要は病院にかかったりお医者さんにかかって時の医療費がこの、11疾病の中に入っていれば、その部分の医療費を請求できるんですけど、これはここに書いてある、ごめんなさい、この4都市だけなんですけど、これもですね、非常にこの今縮減傾向の、この摂津市と吹田市はこの 2,3 年の間に、住民税非課税世帯に限られて、でほとんどだからもう廃止されているのに近いような、感じがありますね。で、これはその1970年のに発行された神奈川県原爆被災者の会のこう被爆者ニュースですけども、この川崎市折り鶴の会の、取り組みについて、こうやって載ってます。で、被爆者の、ね、2世のこの援護策のこともここにね載ってるんですよね。あと、このさっき申し上げたいろんな施策獲得したというのはこの部分です。で、ちょっとまとめなんですけども、まあ、自分自身としては1キロの近距離で被爆していたんですけども、爆心からのこの距離とかですね、入試被爆というのはですね、その時には爆心地というかその近くにいなかったんですけども、後で例えば肉親を探すためとか友人を探すために、この近いところにね入ってきた。これ入試被爆という被爆者の、基準の中に入っていくようになるんですけれども、当初はですね、やっぱりこう国からのこういろんなこう分け隔てがあったんですね。例えばなんですけども、ちょっと今手元の資料がなんで、その1960年に2キロメートル以内の被爆者を、特別被爆者としてですね、医療費の自己負担分を、無料化になった。今被爆者全員が医療費自体は無料ですが、当時はそういう形で最初始まった。で、父が運動に参加したのは1966年からですが、1974年、まあ一生懸命ですね、こういったものの撤廃に、勤めてこう訴えてたっていう姿は私は、知っています。で、1974年、特別被爆者と一般被爆者の、区分が廃止されています。で、被爆地広島においても被爆者運動が分裂する中にで、被爆者運動は、被爆者援護法施策の実施改善、国の戦争責任を認めた国家保障に基づく被爆者援護法の制定と核兵器廃絶実現の2本柱の目標のもとに、
大同団結することの必要大切さを、訴え続けてた。これ私記憶に、残ってます。このことに非常に、森川定美は、こだわりを持っていました。まあ、皆さんご存知と思いますけど、広島においてはですね、未だに、被団協と名乗る組織が2つあるとかですね、もうそのことはもう何十年も前からね、なんとかなんないのかこれはってね、食卓でも、顔しかめながら言ってたのを覚えています。被爆体験等の記述において自身の直接の生の体験を語りながら、被爆者に共通する体験や心理心情等に言及した上で、被爆者援護と核兵器廃絶が社会的問題であることを簡潔に言えるように訴えていると、これ当たり前のようなことかもしれないんですけども、結構その被爆体験記というのを見ると、やっぱりご自分自身のね、まあ、強烈な体験をもう書くことはもちろんとても大切なことなんですけど、父の体験記とかその記しているものを見ると、それの上にですね、まあ、その説明しますね。それはこの黒本っていうものなんですけど、じゃあ黒本って何なのかっていうことをちょっと簡単に説明しますけれども、1995年当時の厚生省が被爆者実態調査を行いました。その時に、被爆者に後世に残す、何ですかね、思いを、手記に、もちろん任意ですけども、で書いてほしいっていう、そういうものを募ったわけですね。でその結果、長崎では3万人、広島では5万人の、被爆者の方がそれに、応じて、手記を、提出されてます。で実はこれが、それなんですよね。これが1枚目なんですよ。で実は2枚あるんですね。で私はこの存在を実は3年前まで知りませんでした。なぜならば私だけじゃなくて知らない人っていうので、遺族でも、それはこういうものを出したっていうことを親から聞かされてなければわからない。でこれはどこにあるかっていうと、国立原爆死没者追悼平和追悼平和記念館にあるんですけどね。でそれは誰でも閲覧はできます。自分の遺族とか関係なくてですね、どなたももうですね、あいうえお順で大骨がってね、並んでるわけですよ、こういうふうにね。私もそこに行って、ある方が実はこの存在を教えてくれたんです。森川さんのお父さん、こういうのあるの知ってますか。いや知りません。じゃあお連れしますからって言って、広島の追悼記念館に行って見せてくださったんです。でしかも他の人のところと比べてみせるんですね。で見てください、森川さん、この他の人のね、皆さんここに書かれている方はやっぱりそういう意識の高い方が書かれているんですけども、大体このくらいの量です。ここまで来たりこの辺まで来れば多い方なんですけど、じゃあここぎっしり書いて、さらに2枚目で、この2枚目がですね、今さっき申し上げたように被爆者の心理について、と書かれていますね。でですね、ちょっとこれ時間のあれなんでね、よし、今日 の、 映画に関係した部分ですね。被爆者に心の中に突き刺された針の深い傷があるということでね、書いてあると思うんですけども、その中の一つで、要は人を助けることはできなかったというね、さっき言ったそこの河原ではですね、小中学生と思われる方が、子供たちが30人こうやって、お母ちゃん、父ちゃんって行きたいという、つまり親のに見取られることもなくですね、それからそこの河原に行く前の間、このさっき宿営に至る途中もですね、まあ、ちょっと前後します。後でちょっとお話
話しますけど、この下に、ここの、下にうちの子がいるんですよ、助けてくださいってこう来るわけですよね。皆さん見た方は分かりますよね。さっき映画の中で、これから見る方は見てくださいね。そういうふうにして、ね、あの映画の中では、お連れ様が、まあこうね、下敷きになってるけども、旦那さんが助けられない、ね、本当にこう目の前で焼けたりとか、そういうのをこうね、逃げてって生き残った被爆者の方ってたくさん、いらっしゃるんです。やっぱりこれは共通した心理でですね、肉親じゃなくても多かれ少なかれそういうところをこう見ながら、逃げたりとか、まあ、されてるわけですね。それがものすごくこの、トラウマとなって、一生涯、残っていくわけです。でこれがその実は母が書道家でしたので、これを書にしてるんですけどね。父のこの原爆誌、時間があったら本当読みたいところなんですけどね。一番3章のこの一番下の部分見ていただくとね、ありますよね。今言ったこの下にうちの子が叫び続けた母たちの声とかね、書いてあります。これがですね、この前は滋賀県で展示、期間展示します。今常設展示するところを探しています。何かお気づきの方があったら教えてください。これがさっき子どもたちが瀕死の状態だったという白鳥公園です。慰霊碑がねありますね。でこれはここじゃあ林さんですね。こちらに映られてる林さんと、実はこの新谷真理さんというシンガーソングライターの方、この新谷さんも被爆2世でいらっしゃるんですが、3人で実は先ほどのこの、この章をですね、たまたま私もいろんなところにどこに展示してもらおうかなんていうことを当たるために持ってってたのを、それを3人でちょっとお茶飲みながらお話したときに、新谷さんにお見せした ところですね、これはこんな素晴らしい詩はね、レクイエムにしましょうって言って、レクイエムにしてくださってですね、それを2018年、おととしの8月5日に、なんですかね、演奏してくださったんですけどね、コーラスです。その時っていうのは、新谷さんと林さんは、その前、おそらくもちょっと私もはっきり分かんないです、その、ま、もしかしたら前の年ぐらいからかもしれないですけども、林さんがまず公演を1時間ぐらいされて、その後こういう、コンサートをされてるんですけど、それが2018年は、この、広島レクイエムとしてこの声という、原爆詩なんですけども、それを歌ってくださいました。8月10日というのはこれは去年の、もうされたので、その時の、リーフレットですかね。これはおととしのです。これはですね、時間が足りなくなってきたので、じゃあこの黄色いところですけどね、もう2世の問題に入ってきてるんですけども、まあ、この核兵器のさっき3つの特徴の中に最後の方にこう入れさせていただいた遺伝的影響って書いてると思うんですけどね、これは私は必ず絶対にあると思ってます。実際なんであると思ってるかというと、自分の体に起きてきてることをがそうなんですけども、それは自分だけじゃないってことをですね、多くの人たち2世と会うことで確認してきました。それを全部偶然とはとても考えられるようなものではないです。ちょっとこう飛ばします。後でレジュメに書いてありますから、よく読んでください。はい、まあ、今日はもう映画に関係しているところにリンクさせながらそこだけお話ししたいと思います。モルモットってね、さっきね小林さんが言われた、そこを入れるか入れないかっていうところで問題になった中の一つで、これはですねキーワードなんですよ、原爆被害の。
さっきは林さんのお話もしたその ABCC、 今放射性影響研究所というふうに、ね、日米共同管理で、なって運営になってますけれども、まさにモルモット、原爆投下は、人体実験であったわけです。 ABCC が1946年、広島に、48年長崎に、作られたということが一つのその証拠でもあると思います。本当に時間の関係で、本当は詳しいとか話したいところで、ぜひですね、いろいろ見ていただくと、原爆投下が、実験であったということは分かります。そもそも場所の選定自体がですね、広島とか、本当は長崎ですね、小倉がもっと候補だったんですけどね、横浜も実は候補だったんですよ。あと京都とかね、あと新潟、全てが山に囲まれている、盆地上の地形が多いんですね。つまり、そこの外側と内側とかですね、比べるときに非常に、そこは落とした側からするとこう、便利というかですね、そういうことですね。はい、時間が10分なので、ちょっとこの、申し上げたことだけですね。この研究材料っていうですね、この辺に書いてあるんですけども、これは放射性影響研究所ですね。今さっき言った ABCC の更新ですけども、厚生労働省は被爆2世が医療費補助とかのなどの要請をしたときに必ず、吹き合いに出すのが放射線影響研究所の見解です。遺伝的影響がここの中で認められていないというね、言い方をするんですけども、それでもここの中に書いてあるのはないと言い切ってないんですね。結論を出すにはあと数十年って書いてあるんです。皆さん分かりますか？私たち被爆2世の平均寿命年齢って明らかにもう65歳超えるあたりに来てるんですよ。数十年後って分かりますよね。死ぬまで研究材料にしてあげますよ、あんたたちモルモットですからねっていうふうなことが言い換わってるに過ぎないということです。で、ちょっと見ていただきたい、そうです、ここ見ていただきたいです。この今日、このそもそもがパワーポイントスライドが今日の映画のために全部作っていったものもそこをパッと出してるんじゃなくて、前からこの間随分講演させていただいてるんで、作ったものを、ここに使えるものはそのまま使ってるんです。実はこれもそうなんですよ。ですけど、ね、見た方はもう思い出してください。前半で芹沢さんという、女学生さんが出てこられましたよね、映画の中で、教室の中で、で先生が、芹沢さんに体の具合どういうふうに悪いんだっていうようなことを聞かれたらば、その中で、わずかなかすり傷程度の、外傷、がね、治らないっていう、治りにくいっていうことを言われてましたよね。私全く同じなんですよ、実は。あとね、なんですかね、体がだるくて目が疲れやすくて、っていうことを言ってますよね、映画の中でね。私も実は小学校の時全く同じで、夏休みになると寝てたんですね。そのことしか覚えてない、ほとんど記憶がないです、小学校に関して。ただそこの断片的な記憶が、あります。で、実は傷口が治りにくかったのは小学校の、6年、中学校はちょっとよく覚えてないんですけど、小学校の高学年ぐらいまでだったんですね。ちょっとした傷でもすると、こう当時はマーキュロ赤チンキって呼ばれてましたけど、こう塗ったりするとですね、ちょっと傷口が塞がったかに見えるんですけど、痒くなってきてですね、その白い膿が出てくるんですよ。で、そんなことがあって、ただ成長とともにね、治ったなぁなんて思ってたんですけどね、
それが5年ぐらい前から全く同じような症状になってきて、抗生物質をいつも持ち歩いてます。そうしないとちょっと本当に小さい1ミリぐらいのですね、傷であってもほっとくと化膿するんですね。で治った後も、もうこれ本当にちょっとお見苦しくて恐縮なんですけどね、でこれなんかは手もここにしないとあれなんですけど、これは1回治ったやつが今度はだんだん抗生物質もですね、ものによってなんですか、その時々には違うんですけど効かなくなったりしてですね、これがまた再発してくるんですよ。ずっと経ってからこんななっちゃって、これすごかったですけどね。だからまあこれはほんの一例です。でこれを見ていただいて分かっていただきたいのは、今日の映画はですね、ずっと1953年に作られたといってもですね、今なお、昔のことではなくて今にもつながっていることなんだってことを、実感していただきたくて、まあ、これは時間がなくなりそうですけど、これは見てもいただきたいと思いました。でこれは主催者の方からこの話をしてくださいって言われたんですが、このわけは作業してる。実はこれはですね、1980年の1月に私が、決行したハンガーストライキ122時間ですけどね、これはこの読みませんけど、ここの青字で書いてあるですね、こういう調査が突然と、厚生省が1978年に、提案してきて、詳しくはちょっとレジュメに書いてあるので読んでくださいね。こういう要はですね、遺伝的影響はないということを前提にしてるんですよ。でないことを明らかにして皆さんに安心してもらうためですとかですね、あとその結果も当初はその結論を検査結果を公表するとか言ってるんですけど、まあ、実はいろいろ反対して、これ強行された後に実はその検査結果を公表されそうになったんですけど、それも私たちは食い止めたんです。それを見るとですね、影響はないっていうふうにですね、結論付けてるんですよ。で私なんかがこう非常に頼りにしている薬害の反対なんかをされてたお医者さんですね、高橋康生さんっていうね、もう多分知ってる人が少ないかもしれない。で高橋康生さんが分析するとちゃんとここに有意差があるじゃないかっていうね。でまあ厚生省の役にも立ち立ちになって、でまあこれ食い止めない、そんなことが、で実はほとんど知られてないっていうか、知られてないんですけど、今国が行っている被爆2世に対する健康診断っていう名前ですけども、同じです、同じ延長線上にあります。で私は当時を知ってて、今、厚生労働省との交渉に、出席する、多分ただ一人の人間だなと思うんですけどもね、同じことを言います、全く同じです。ちょっとした文言が違うだけで言ってる内容は全く同じです。遺伝的影響は認められない、放射線影響研究所は、こう言ってる。だけども不安に感じてる人がいるから、やってあげますよって言われてね、ですから実際に公表されてませんけども、このデータというのは蓄積されている。何のために蓄積されるかっていうと、ご存知かとは思うんですけど、核兵器を使ったり、あるいはそれを防衛したりとかっていう時には効果を知ることっていうのはすごく、有力になってくるわけですね。何戦略を立てるにしても、何してもですね、防御だとかなんかいろいろですね、その意味で非常に貴重なデータであるわけですよ。それはもちろん被爆者についてのデータもですが、遺伝的影響はどうなっているのかとかですね、実際アメリカでもですね、実はもちろん広島で長崎は大変な被爆被害だったわけですけども、アメリカで最初に広島に落とす前にアラモ・ゴードで
プルトニウムの原爆の実験をしてるんですけど、この犠牲者の方たちも多いですし、その後核実験もうアメリカだけじゃないですけどね、もちろんあのビキニ被爆も含めて、世界中に今、原発を含めてですね、核による、被害というのはおそらくもう数百万もしかしたらそれ以上になってる、そういう意味でこの、健康調査のことは歴史に埋もれていますけど、絶対に埋もれさせてはいけない、出来事であると思います。そういったことをですね、訴えています。時間がなくなりましたので、ちょっと最後のお知らせだけをしていきます。核兵器をなくすためにですね、まあ、核兵器廃絶被爆者国際署名と被爆者一丸となって取り組みます。これはあの思想心情、まあ、確かに被爆者といってもいろんな団体があるとか言ってもそれとは全く関係なくですね、とにかく心を一つにしてということで、この核兵器廃絶被爆者国際署名というのは、今取り組まれています。で、そのさな中でそのさなかに、核兵器禁止条約は、採決されましたよね。それでただまだ批准国が50にならないと発効されません、今34カ国までがね批准してますけども、それを早期に50に乗っていくためにですね、この今年の10月までを目標にですね今取り組まれているんですけども、はっきりしているところでまだ1,000、そうですね、そのぐらいなんです。それはあの日本だけじゃなくて海外の人も署名してくださって、それを含めてですね。でこれはあの休憩時間外に置いてありますので、まだって人は必ずもしよかったら必ず出ちゃいます。もし気が向かれたら賛同いただけるとあと、これはなぜどうしてお見せしたかったんです。これは第五福竜丸展示館にですね置いてあるんですね。でこの時3300万人の署名が集まってるんです。でもねどっかに提出されてないんです。その理由はこれ見ていただければ分かるように書式がバラバラですよね。だ一つのさっきの今の国際署名みたいに統一されてるもんじゃないんです。逆に言うならばですよ、それぞれいろんな人方々なり団体が自発的にこの、署名をしてったってことなんですよ。すごいことですよね。でこの力があって、1955年に原水爆禁止世界大会が、11カ国の参加で、開かれ、で1956年に、日本原水爆被害者団体協議会、通称日本被団協がですね結成されたというね。ですから署名の力ってね結構軽んじる人もいるんですけど、実は大きいんですね。この力が大きく日本を変えた。1954年ですね、これは第五福竜丸の含めた美金事件が3月1日にあった。私はその9日前に生まれてるんですが、この年から55年にかけては非常に日本の歴史を大きく動かした年です。今プラスの面を言いましたが、逆に、それにこの署名運動で盛り上がった反核に恐怖した、日本アメリカ政府はですね、日本にそれを抑える、まあ、切り札として、原発を導入してきた、平和医療としてですね、ちょっと細かい説明は今できないんですが、いまだにこれが平和利用として、日本人の多くの国民の心の中をこう、ですかね、金縛りにしているようなところが、あります。最後、こんなことを含めですね、今日言いたいなかったことがですね、核について、
被爆2世の視点からでありますが、被爆2世の問題だけじゃなくて、核とか平和の問題、戦争の問題についてですね、こう掘り下げて書いてるのは私の、著書です。1年余り前に、発刊しましたけれども、おかげさまで、多くの方から、ご支持、ご支援をいただきながら、各地いろんなところで、販売されています。第2版増刷に向けてですね、私もこの本を売ること、買っていただくことが目的なんじゃなくて、やっぱり読んでいただいて、今まで知らなかったことを知っていただいて、何か明日からの一歩につな、がっていただければと思います。すいません、5分超過してしまいましたけど、終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。